はようございます。松崎です。今日も朝から走っておりますよ。いやー、またもやクレイジー企画ですね。先週ですね、雲海&紅葉を見に行くというツーリングをしたわけなんですけども、今日は雲海第2弾、朝から三好まで走ってやろうと。いう企画でございます。何がクレイジーかって、この後私出勤します。まあ、今日はですね、一応日曜日ということで休日し、ちょっと朝で口が回ってないんですけど、休日出勤ですので9時に会社には行こうと考えておるんですが、9時ぴったりに行かないといけませんよということではないので、若干まあ遅れてもいいかなという考えを持っておるんですが、まあその前に走ってやろうというその考え方がもうすでにクレイジーなわけですよ。普通考えてですね、1時間40分かけて雲海を見に行って、また1時間半かけて会社に戻る、ちょっとありえないですよね。普通にない。でも行きたいから行く。で、何がこれかき立ててるのかっていうとですね、いや先週見た雲海が素晴らしかった。もう単純にまた雲海を見たい。見れるかどうかは分かりませんが見たい。もうその思いだけで走っておりますね。しかもですね、テーマが雲海ですので、行っても見れなくて没作品になる可能性は十分あるわけですよ。やっぱりクレイジーですね。ちょっとこれ暗闇&霧状態になってきました。こんな時間に人が歩いてましたね。これはなかなかですよ。なかなかハードな展開。しかも暗闇&霧で前が見えづらくなっております。おお、どういうことやこれ。松茸ライダーを苦しめております。無事たどり着けるのか。なかなか厳しい戦いを強いられております。出勤前にですね、三好に行くというのがまあすでに無謀だったんですが、暗闇&ノーム&寒さと戦っております。今日もうわ見えん。本日も朝からクレイジー松茸でございます。口が動きにくい。びっしゃびしゃ。あと4キロで着く
ちゅう話なんですが、ちょっとこれピンチじゃないですかね。霧が濃すぎるんじゃないですかね。左方向って言われたんですけど、本当に合ってんのかな。下る感じになってますけど違うな。おお、バックできんぞ。うふう、落ちるぞ。うわー見えん。大丈夫か。全く見えんぞ。おお、ぶんな。左方向。すげえな。みんな見に上がってんだ。すごい。ちょっとついてこついてこ、うん、ついてこ、うい。あです4時過ぎぐらいに出ま途中も暗くて大変だったんですけどこれは、はあ、濃すぎて見えないですね。雲海のなんかという感じですかね。ああでもたくさんの人が、見えないかもというか見えない。
三好の雲海でした。最高、雲海の魅力にハマっちゃいますね。これただただ最高でした。それではですねバイクだとですね、家から20分ぐらいで出勤できるんですが、なんと今日は1時間40分かけて三好経由、そしてまた1時間半かけて出勤します。アホすぎる。